皆さんどうもこんにちは、 MC ラクーンです。いや僕がね、あの高校時代の話なんですけど、そのある友人がその彼女ができたんですけど、その彼女とそのデート中に、些細なことで喧嘩をしてしまって、なんかその彼女にこう電話したり、メールしたりしても連絡がつかないと、もう完全に無視されちゃってるんだよね、そういう相談を受けたんですよ。はあ、そうなんだね、大変だねなんて言ったんですけど、一応その彼女がいるクラスに行って、その知り合いに、別の知り合いに、あのカップルどんな感じなのみたいな、そういうことを聞いたんですよ、一応ね。そしたら、なんか別れたらしいねっていうふうに言われたんですよ。その事の経緯を説明すると、そのデートでその二人はこう喧嘩をしてしまったんですけど、そこで彼女はもういいって言って去っていったんです。でその彼女的には、そのもういいがもう別れるっていう意味だったらしくて、それでもう彼女的にはもう別れたと、もうきっぱり縁切りました、そういう風な意味だったらしいんですね。っていう、その友人からしてみれば、いつの間にか別れてしまった、そういう経験があったみたいなんですね。なんでこんな話をしたかと言いますと、その映画にいろんなペアとかカップルが出てくるじゃないですか。その男が主人公でヒロインとかで、そのまた逆だったり、男同士女同士、いろんなペアとかカップルがいますよね。それがシリーズものになることによって、ワンツースリーとね、シリーズが重なっていくことによって、いつの間にか別れていたカップル、そんな映画を今日は紹介したいなと、ね、楽しみですね。それではご覧ください、どうぞ。テッドシリーズ、あのおじさんテディベアが活躍するコメディシリーズ、それがテッドですね。このテッドでは、一作目ではミラ・クニス演じるローリーと主人公のジョンが付き合っていたんですが、最終的には結婚までするんですけど、その後続編のテッド2では、いつの間にか離婚、別れていたところからのスタートでしたね。そして最終的には、そのアマンダ・セイフライト演じるサマンサと主人公のジョンがいい感じになって終わる、そういった映画でしたね。それでなんでこれミラ・クニスが降板してしまったかと言いますと、その当時ミラ・クニスはあのアシュトン・カッチャーの子供を妊娠していて、それで出演できなかった、そういう情報もあるんですが、他にもこのテッド2はそのテッドの法廷のお話だから、もうそのローリーというキャラクターの出番が少ない、だったらもうさっさと、ていうかもう最初からいないことにした方がいいんじゃないのか、そういう形で出なかった、そういったね情報とかもあったり、どれが本当の情報なのか全然わからないんですけど、でも円満にね、ギャラの問題とかそういう喧嘩別れとかじゃなく、円満に出れなかったっていうだけなんでね、別に良かったんじゃないかなと思います。それにね、このテッドシリーズは、男は辛いよみたいな、もう何でもいいと思うんですよ。毎回別れてんなみたいな、毎回新しいヒロイン入ってんな、そういう感じでもね全然いいと思う。今後新しくやるのか分かんないけど、僕はね全然この作品、コメディだから、そういう形でやっても全然いいんじゃないのかなと思います。続いてはトランスフォーマーシリーズ。この
トランスフォーマーシリーズ1作目のトランスフォーマーでは、シャイア・ラブーフ演じる主人公のサムには、ミーガン・フォックス演じるミカエラというガールフレンドがいて、最終的には彼女と付き合いハッピーエンドという形で終わるんですが、その後3作目のトランスフォーマーダークサイドムーンでは、このミカエラがいつの間にかいなくなる、別れてたんですね。その代わりにロージー・ハンティントン・ホワイトリー演じるカーリーという新しいガールフレンドが出てきました。これはなぜミカエラというキャラクターがいなくなったかと言いますと、演じているミーガン・フォックスが監督のマイケル・ベイに対して批判をしたと。彼の現場での振る舞いは独裁者みたいな、そういう批判をして、まあ、こう仲たがいというか、まあ、関係が悪化してしまい、それで降板したという情報が入ってるんですが、あのウィキに書いてあったんですけど、ソフト版のメイキング映像で、そのミーガン・フォックスは一度スクリーンテストをやってたんですが、ミカエラのイメージとはかけ離れていたために、シリーズに新しい風を吹き込むための降板だったと監督スタッフらが明かしていると、そう書かれてるんですが、本当なんでしょうかね。なんかうさんくさいような気がするんですけどね。なんか後付けのようなね。これ僕あの最初ミーガン・フォックスが降板するってなった時に、いやそれはないだろうって最初思ったんですよ。やっぱりその世界をの命運を握る戦いを2人は切り抜けてきたわけじゃないですか。ね、2作目のトランスフォーマーリベンジでは主人公のサムは1回死にかけてるんですよ。それを乗り越えた2人だから、そんな簡単に分かれないんじゃないかなと思ったんですけど、でも3作目のダークサイドムーンを見た時に、そのカーリーが画面に登場した瞬間、あ、ウェルカムって思いましたね。もういやもうミカエラとかそんなもうどうでもいいやと思うぐらい、もうめっちゃ美人な人出てきたから、いやもういいよと、なんだっけミカエラみたいなもう早速攻でもうウェルカム、すごいね、美人だもんな。あれ演じてるさ、ロージー・ハンティントン・ホワイトリー、ちょっとね顔なんか唇が整形っぽいっちゃ整形っぽいけど、いやでもとんでもないさ美人じゃん。続いての映画はマイティーソーシリーズ、マーベルシネマティックユニバースのマイティーソーが活躍する映画シリーズ、マイティーソーシリーズですね。もうわけわからん。このマイティーソーでは1作目ではクリス・ヘムズワース演じるマイティーソーには、ナタリー・ポートマン演じるジェーンというガールフレンドがいたんですが、その後3作目のバトルロイヤルではいつの間にか破局していたと劇中で語られていました。それでなんでこのジェーンが出なくなったか、もしくはナタリー・ポートマンが出演しなかったかと説明しますと、もともとこの3作目のバトルロイヤル現代ラグナロクでは、その宇宙が舞台の物語だから、そもそもジェーンは地球人なので出番がないと。そんなちょい役でねポッと出すぐらいだったらもう最初からいない方がいいんじゃないか、ナタリー・ポートマンのギャラ高いだろ、そんな理由で3作目には出なかった。でこれに対してナタリー・ポートマンも、私の出演はもう終わった、あのシリーズに参加できて嬉しかったです、今後もし出るかもしれませんけど分かりません、そういうふうに答えてるんですね。なので今後出る可能性はなくはないんじゃないかなと。まあ実際マイティーソーとジェーンは
まあ、会ったらいつも口喧嘩しながらもイチャイチャするっていう、口喧嘩するほど仲がいい、そんなねあのカップルなので、今後ねその俺が振ったんだ、いや私が振ったのよみたいな形で、その口喧嘩しながらもイチャイチャする、そんなね形で復活しなくもないんじゃないかなと。まあインフィニティをね見るとわからないけどね、もう何が何だか。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。まあやっぱりハリウッドはね契約社会ですから、もうそれシリーズというか作品が1個ヒットしたらもうそれのシリーズをどんどんいっぱい作ってね、でこうそのそれだけの色についちゃう、自分の色がそれになっちゃうっていうのが嫌で降板するとかね、いろいろありますもんね理由は。うん、大変だねハリウッド。ということで、何か感想などありましたらコメント欄の方にお書きください。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。